自由電子レーザーは自由電子のビームと電磁場との共鳴的な相互作用によってコヒーレント光を発生させる方式のレーザーである。媒質によって発する光の波長が決まる一般のレーザーと異なり、電気的な操作によって波長を自由に変えることができるという特徴を持ち、何 X 線、死外域、可視光線、遠赤外域まで幅広い波長の光を取り出すことができる。 出力もメガワット級まで実用化することができると言われ、兵器として実用化を目指す研究も行われている。X 線自由電子レーザー発信の原理、自由電子レーザーの発信機は、電子の加速器とアンジュレート及び光共振機からなる。まず最初に、発信機は自由電子を加速器により、相対論的な速度にまで加速する。次に、 この電子を光線経路に沿って交互に磁石を配置したアンジェレータへと導入する。電子はアンジェレータ内に生じる周期的な横磁場により振動を曲げられて制限波経路を通ることを強いられるためシンクロトロン放射光が生じる。そしてこの制限波経路を合わせ鏡で構成した光共振機内に含めることでこの光は電子ビームと何百回も 共鳴的な相互作用をすることになり発信し、レーザーが生じる。シンクロトロン放射光の波長は電子ビームと磁気強度によって変化するので、これにより光の波長をコントロールする。真空紫外線、X 線領域においては光共振器を構成するための高い反射率を持つ鏡が存在しないため、自己増幅自然放射という方式が採用されることが多い。 放射された光は電子ビームよりわずかに速く進む。この光がアンジェレータ内の磁場周期単位内で電子ビームと相互作用することにより電子ビームは加減速され濃淡が生じる。そしてこの過程が磁場周期ごとに繰り返される結果電子ビームは密度分布を持つようになる。このような状態ではある特定の光エネルギーのみ増幅用になるため 最終的に自然放出口に比べ桁違いに強度の大きな光を発生する。種となる光の発生は偶然により決定されるため、サセの波長スペクトラム及び時間構造は微細に観測すると複数の鋭いピークの集まりとなることが多い。アンジュレータの長さが長くなるとサセ強度は強くなるが、ある長さを超えるとその値はほぼ一定に飽和する。 X 線領域の波長のフェルを X 線自由電子レーザーと呼ぶ。サセによる0.1ナノメートル以下を目指したザファル発信装置は2014年の時点において米国、日本が稼働中でありヨーロッパなどにて建設が進められている。ありがとうございます。